アツシンチへようこそ。どうも、アツミナルンです。よろしくお願いします。お願いします。ということで本日は、はい、なんかルン君が、はい、なんか友達作りたいとかなんかほざいてて、友達欲しい、なんと、なんか斉藤さんで友達を作るまで終われませんがしたいと。みんな斉藤さん知ってる？ね、もう流行ったのさ、3、4年前とかだよ。みんな知らない？もっと前だって言ってる。なんか YouTuber やってたの3、4年前ぐらいじゃん。高校生の時よくやってたよ、友達と。じゃあもっと前だった、10年前だ。めっちゃ前だ。昔からあるよね。あ、そうなんだ。末長いね。俺なんか YouTube 見始めてから知ったわ。で、もう僕とみのりんは断固拒否、絶対嫌です。知らん人と電話するのとかマジで嫌だ。無理無理なんで、なんで、なぜかの自信満々なんだよ、ルン君。いや、意外とコミュ力は。いや、わかんない、俺なんで話せるのかわかんない、知らない人とこれで。嘘、怖いよ、ね、怖い怖い。知らないからこそいけちゃう。そう、知らんしって。いや、俺それが無理だわ。なんかすげえ今もう、ね、この時点で共感性集中、今。いや、わかる。すごいなんか今ざわざわしてるんだよ。すげえなんか鳥肌立ちそうだよ。そうでもないしな。ということで、まあ今回は、はい、友達が欲しい。この年になって友達の作り方がちょっとわからなくなってきました。はい。なので、斉藤さんで出会った人に友達になってくれませんかと聞いて、本名はもちろん聞かないんですけど、ハンドルネーム的なの聞いて、で、その友達になってくれて、まあ、OK って言ってくれるかっていうのと、あと趣味ぐらい聞けたら友達って言っていいと思う。はいはいはい。これ言ってる時点でもう友達の作り方完全に分かってないんだな。嘘。まあ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 。じゃあ、でもさ、一応ちょっと俺らもずっと付き合うのめんどくさいから、何人かでちょっと決めてほしいから、ちょっと人数ちょっとあらかじめこれまでに作りますって。じゃあ5人。おお、マジマジ5人以内。でも即なんか喋る前に切られるのはカウントしないでほしい。ちょっと、いや、お前が喋り始めて切られたらそれはカウントされるよ。あ、それは OK、うん、じゃあ行きましょうか、早速。あーあー、やだ、本当に嫌だ。怖い。なんで、俺本当に嫌だ。なんでできんのか分かんない、本当に。じゃあ、はい、とりあえず、まあ多分ね、ちょっと繋がらないのも何回かあるんですけど、根気強くかけていきます。はい、はい。カメラ封印電話で行こうかな、じゃあ。君なんか…びっくりした、ここか。びっくりした、びっくりした。やべえ、来たと思った。何歳？食い気味。君何歳？みんなカメラ何やるのかな。あ、来た来た。もしもーし、もしもーし、聞こえてますか？こんにちは、ルンって言います。友達になってくれませんか？もしもーし。え、聞こえてないのこれ。でもめっちゃ、何この人、全然話してくれないじゃん。いや、マジでしんどい。え、なんでなんでなんで、本当にしんどい、本当にしんどい。何が、皆さん、これが共感性周知のもう先にいる男、アツシ。やっぱ女性、なんかこういうのって女性と話したくてやってるっていうあれをよく見ますよね。あ、来た。もしもーし、こんにちは。もしもーし。なんかジーっていうのが聞こえるよね。ジーっていうのは。あ、そうなんだ。喋らずに切らない人って何してんだろう。何してんだろうね。何してんだろう。切ればいいのに。ね。え、マジで。え、それみなんかミュートになってたりとかはしてないんだ。いや、なってないんだよね。君何歳？もううざい、マジで。もう君何歳？君何歳？来た。もしもし、こんにちは。こんにちは、しょい。友達になってくれませんか？趣味は、僕は料理とか好きです。ありがとうございました。え、こんなにさ、喋ってくれないもんなの？もうボロボロになってるもん。なんで？いや、てかこのさ、知らない人と喋るっていうことよね。は？なんでこんな人、でもやっぱつながる人全員男性なのよね。来た。もしもーし、こんにちは。聞こえてますか？切られた。やっぱ聞こえてはいるんだね、あっちに。普通に切られたね、今。誰も声発し
しないじゃん。え、本当にね。じゃあラスト1人か。繋がったらラスト1人。もしもーし、こんにちは。あきさん、10代。もしもーし、聞こえてますか？僕の声が君の心に届いてますでしょうか？ここまで誰も話してくれなくて、すごく悲しいので、一言でもいいので喋っていただけないでしょうか？見もだえてるアツシ君を見る動画。はい、ということで、まあ御年26歳、斉藤さんで友達を作ろうとするも誰も会話に出てくれず、今とても涙があるそうです。言ったじゃん、俺らは無理だ。無理だよ。ひどいな、ちょっと現実はひどいものですね。るんです。ということで、皆さんは斉藤さんで友達を作るようなことはせず、現実で頑張っていきましょう。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ルンです、ルンです、ルンです。何この動画、ひどすぎる。本当にひどすぎる。